ででん、コメダのモーニングセット。今日は朝からコメダです。で、これがコメダのブレンドコーヒーのたっぷりサイズ、それと、モーニングの B セット、これが卵ペーストとトースト、 C セットでオグラとトースト。アメリカンのカップってなんかすごい可愛いね。グラコロバーガー、グラコロ、こんな感じ。ちょっと中身こんなの、すげえ美味しそう。ちょっといただきます。コメダコーヒーってコーヒーチケット買うと結構お得なんですよね。だから僕いつもコーヒーチケット、買ってます。コメダの福袋、なんかねロゴスとジョイントしてるみたいで、福袋あるみたいです。食べた、ひとまず完食しました。完食でん。今ね11時過ぎたんで、11時以降のメニューもうついでに頼んじゃいました。お昼ご飯一緒に食べちゃおうと思って、コーヒーも追加で11時以降なんで、このコメダのお菓子もついてきてお昼ご飯食べます。これね、なんかすごく麺が太くてうどんみたい。まあうどんよりはちょっと細いけど、でもうどんみたい。 2.2 ミリやったかな、2.2 ミリのパスタでね、ちゃんとつぶつぶ感、明太子のパスタの明太子のつぶつぶ感があってめっちゃ美味しい。やっぱコメダ美味しいな。どうもこんにちは、ビブス中野です。今日ちょっとクロスの話をしようかなと思うんですけども、クロスっていうかビニールクロスね。先日ちょっとお客さんとビニールクロスの、これ3月のリザーブっていうカタログなんですけど、まあ見本帳ですね。ビニールクロスの、クロスの見本帳で、まあビニールクロスをちょっと使うんでお客さんとこ持って行って、打ち合わせしたんですけども、ちょうどねこれがね、僕まだこれ使えると思ってたんですけど、2018年から2020年の5月なんですよね。5月で、までの、まあ、商品なんで、これね内装仕上げ材、例えばクロスとか床材とか、このね期限があるんですよね、カタログに。で結構その品数はあるのはあるんですよね、こういうクロスって。ただ期限があってすぐ廃盤になっちゃうんですよ。これなんとかしてもらいたいところではあるんですけど、だからねこれで選ぶと、もうないのが結構あるんですよね。廃盤になってたり、もうそもそも継続する、ずっと長いこと使ってるクラス、商品としてあるクロスはそのまま残っていくんですけど、ただ品番が変わったりとかすることもあって、選んでもらった品番がもう廃盤になって、違う、もう同じクロスでも違う品番になってたりするんです。これ何なん、若干微妙に変わってる、仕様が変わってるのかもしれないですけど、これが結構多々あるんですよね。というか こういうクロスのカタログ、まあ、見本帳とかっていうのはメーカーにお願いしたら、請求できるんですけど、そんなに頻繁に請求するものでもないんで、これ微妙なんですよね、選ぶ時って。で、まあ、この前選んでいただいたクロスで、これね見本帳ってちっちゃいんですよ。サンプルがついてる、サンプルがね これぐらいの4センチ角とか5センチ角ぐらいのサイズなんで、一旦決めてもらうと、今度大判サンプル、こういう大判のサンプルを請求するんですよね。で実際これぐらいの、まあ、A4 サイズぐらいなんですけど、これを、まあ、もう一回請求して、で、確認すると。まあ物はねすごいいっぱいあるし、色も柄もでテクスチャーもいろいろあるんで、なかなか決めかねると思うんですけどね、決めにくいんです。クロスって他にも紙クロスとかもあるんですよね。ドイツのクロス、ドイツなんかよくこういう紙クロス使ったりするらしいんですよね。こういう紙クロス、
紙のクロスですね、ビニールじゃなくって。こういう紙のクロスって、まあもともとなんかこういう素地みたいな感じで、柄は 何種類かあるんですけど、これ何かっていうと、この上、この紙クロスを貼った上からあのペンキ塗ったりするんですよね。 これ自体はオガファーザーっていうあの、まあ、紙クロスなんですけど、でね、その上にあの、まあ、これもこれリボスかな、リボス、あの上から塗装したりするんですよね。その塗装自体もあの自然素材使ったりとかして、まあ、環境にもあの、健康にも優しいという、まあ、だから裏はこんな感じ、紙クロスなんですけど、あの表から塗装するというような商品ですね、こういうやつって。でなおかつ、まあ、なんでドイツでこういうの、 あの一般的ポピュラー なのかっていうと、あの上から何回でも塗れるんですよ。だから一旦あの、まあ、これ貼って塗るじゃないですか。でちょっと模様替えしようっていう時にもう一回上からペンキ塗る、ペンキというか、まあ、こういうね塗料を塗るとか、漆喰塗るとか、したりもします。これ今のオガファーザーで、もう一個ルナファーザーっていう、まあ、ルナファーザーっていうメーカーというか商品もあるんですよね。まあ、これもルナファーザー自体もあのドイツの壁紙ですね、紙。これもだから上から塗装するような感じで漆喰塗ったりね、これ綺麗なんですよね。ルナ漆喰、真っ白なんですけど、多分こう映像では分かりにくいんですけど、まあ、ちょっとこういう白っぽいタイプの、 あの漆喰ですね、これも綺麗なんですよね。で天然素材なんで、まあ、ここ書いてますね、天然塗料ルナ漆喰っていうやつですね。これはね、ルナ漆喰はホタテ貝の成分使ってるみたいですね。まあホタテ貝、まあ、廃棄するホタテ貝を、まあ、原料にして、再利用してますよっていうやつですね。でホタテ貝は空気きれいにするんですよね。なんかねホタテ貝でできてるんですよ。まあ これあのホタテ貝の分子構造なのかな、なんかあの匂いをね、あの吸着するらしいんですよ。それとか湿気とか吸着するみたいで、あの空気をきれいにしてくれるそうですね、こういうあの漆喰、まあ、ホタテ貝 の成分で、作った漆喰、うん、だから今のさっきのその紙クロスの上に、漆喰を塗ったり、これかルナ漆喰、うん、これルナ漆喰で、これは水性塗料を塗ってるやつですね、うん、ちょっと映像では分かりにくいかもわからないですけど、すごい綺麗は綺麗なんですよね、うん、こんな感じで、まあまあ要はその模様替えとか、長く、住んでて、まあ、汚れたりとか、いう時に、まあ、クロス、普通のねこういうビニールクロスだともう張り替えになるんですよね。張り替えする、感じで、張り替えた時に、廃棄しないといけない。まあもともと張ってたやつを、がゴミになるということですよね、単純に。で、ゴミになったやつを廃棄しないといけないんですけど、まあ、こういう壁紙、あの紙クロスで、塗装してっていうことであれば、あのゴミが出ないんですよね。張り替えたりすることもないし、何回も塗り重ねられるみたいです。だから、まあ、環境にも優しいっていうのは、そういう部分でもあのすごく環境に優しい素材ですね。ということで、あ、そうそう、あとこういうリボスっていうね、自然健康塗料、あの紙クロスの上から塗ったり、もしますね。ということで、今日は、まあ、ざっくりとその壁紙クロスですね、ビニールクロスとか自然あの紙クロスとか、っていうのを紹介しました。コストもねやっぱり違うし、手間も違うんですよね。ビニールクロスやとあの1回貼ればもうそれで終わりですけど、紙クロスやと貼って、でなおかつねこれ貼りにくいみたいですね。職人さんの技術がいるみたいですけど、ただそうそう、だから、これは1回貼って、で施工が終わりじゃなくって、貼った上から、もう一回ペンキなり漆喰なり塗るということになるんで、手間がかかると、まあ、そういう意味でもあのコストがちょっと違う感じにはなってきます。まあ、ただクロスもね、値段もピンキリなんですよ。安いクロスもあれば高いクロスもあります。まあ、どっちが好みかっていう
問題と、あとまあ環境に優しいかどうかっていうところ、ということで、あの今日の動画はちょっとクロス、壁紙を紹介してみました。日々の Vlog で、建築も紹介したりとか、建物を紹介したりとか、してますので、ぜひチャンネル登録していただいて、毎日、チェックしていただければ幸いかなと思います。ということでビームズ中野でした。ありがとうございました。さらに突っ込んだ内容とか情報とかっていうのはまたおいおい、ご紹介できたらと思います。まあこういう感じで、あの毎日 Vlog 配信をして、その中で建築を紹介したり素材を紹介したり、してます。大きな流れを紹介することもありますし、細かく深く掘り下げた、紹介をしようと思ってます。まずは触りの部分だけ、ビニールクロスと紙クロスがあるよということですねを今回紹介してみました。